恐怖体験について教えてください。あ、恐怖体験、大阪府のさつき山公園墓地に友達とコール練習しに行った時がありまして、あ、コール練習ってか、あの、なんか ドライブか、どっちかって言った、肝試しドライブでちょっとまあ行きがりつつ行ってた時期がありまして、で、その時に、美濃っていう大阪の地域があるんですけど、池田から美濃の方向に向かって進んでいくんですけど、美濃になるにつれて田舎になります。で、その道をスーッとまっすぐ進んでたんですけど、さつき山公園墓地っていうのがあって、さつき山っていうのは有名な、あの、夜景スポットなんですけど、あの、すごい怖くて。で、そこに、あの、もう切られたんですけど、なんか、何百年生えてる、何千年生えてるんじゃないかみたいな言われてる、すごい立派な杉の木があったんですよ。で、その杉の木のところに横に地蔵があって、その地蔵の周りで写真撮ったら、なんか変なの写るよっていうのが有名な話で、で、そこに行ったんですよ。その時。で、僕はじゃんけんで負けなかった。僕ら基本何かするときじゃんけんで負けた人が行くんですけど、僕じゃんけんで勝ったんで、行ってなくて、こうフェンス越しに見てたんですけど、フェンス乗り越えて杉の方行ってる友達が U ターンして帰ってきたら、向こうから全力疾走してくる女の人がおって、で、本気で乗り物つけて逃げて、どうしたって言ったら、あの、ガチで呪ってる人がおって、そう、呪ってるところって見られたら死ぬって言われてるから、女の人が本気で追いかけてきたって言ってて、で、その木を伐採したのがたまたまその子の働いてる造園屋さんの会社で、その木を切るのに、言ったら釘が今まで何千年何百年で刺されすぎて、五寸釘って後ろ抜けないんですよ。だから釘、チェーンソー入らんみたいな。釘が交差してるんで中で。っていう不気味な話がありました。